<laughs> はい <laughs> ええー、あれさまうちですえー、っと負けましたねーした見事に完っという感じで負けましたねくらいですえー、っと今日は大宮戦えー、今年最後の試合ですね。ね42節、うん、アウェイでした ナックファイブスタジオめっちゃ天気でいやーいいなーってもう新潟は今日はザ・冬っていう感じのもうずっと曇りで雪ちらついたりまあ寒いなーっていう感じだったんでめっちゃ羨ましかったですねお天気ねまあ試合はっていうとまあもう見た方がもう分かると思いますがまあ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 という感じですねまあチーームプレー対ちょっと っていううあかかのなんですけどやっぱり歯車かみ合ってなかったっていう部分は大きいですよね。あ、うん、った瞬間の子はやっぱりアルビは手がつけられないアビ手がつけられないってやつですね。た <laughs> あっまう。 マウロのトラップがでかいっていう部分が <laughs> まんまとまんまと狙われまくるっていう部分でしたねまあ訂正修正ができないかったっていうのですかね、まあ、今期はあのやっっっぱり練習ががででききないっていてう部分すすごく大きかったですよねだからどこまでこの,このアルベルト監督のやりたかったサッカーが浸透できたのかっていうのは普通のシーズンだったらもうちょっと浸透できたのかもしれないしえー もうちょっと浸透できるんじゃないかなと思いますね。うんって思うんですけどね。わかりますどうですか、みかさん今日どうでした？今日うん今日ね、うん、<laughs> いや達也が見れて <laughs>、うん、<laughs> それだけでなんかもう感動したんだけどね,ねシュートもね惜しいシュートね枠内枠内に2本あったしね。うん。うん わかる。丁寧。惜しかったな。うん。みんななんか達也にボールをみたいなね雰囲気はなんかちょっと感じたよね。うん、<か>シオンくんとか。とかなんかね。うん。そう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 。そう,ねえー、うん。あったね。うん、まあちょっとこんな感じだったけどどういうふうになるのかなって。 契約とかきっともう進んでる選手もいるだろうし決まってる選手もいるだろうし、えー、まあど,どこまで、あのーえー、残ってくれるのかそして新たに入ってくれるのかっていう部分がすごく来季のアルビにまた大きくなりますよね。でなんかそれでなんかフロントヒハンドがなんかしてる人結構いますけどあのまあなんつうんすかね。 魅力的なチームっていうふうに思うのってチームであってフロントじゃないんですよねってことですねわかるじゃんってでも誰かのせいにしたいっていうのもあるかもしんないけどちょっとそこは違うよってめっちゃ思いますフロントがもちろん頑張って交渉するっていうのはあると思うんですけどあの引き止めて引き止めるっていう部分もあるし逆に引き抜くっていう部分もあるじゃないですかそのね

わかります。はい。一応わかりますよ。大、はい、阪だっけ？大阪<れ>セレッソらしいという噂ね。き、はい、てね。来てるよ。わかんないね。行くかわかんないけどね<然> <laughs>。全然全然わかんない。ね これがもしもめっちゃ勝手に言ってるかもあるかもしれないからね。ねそう,そう,そう,そうだ。だって勝手に言ってんだったらもう7でもうオルンが新潟来るらしいよ、ね。<laughs> そういうことで何でもいいちゃうよ、ね、何でもいいよね。そう。そうだよね。なんかメッシ実は、サルフックス新潟バルセロナとめちゃめちゃな, <laughs> なんかメッシと関係があって、メッシはアルビで引退するらしいよみたいな。<laughs> んそんなこともどうでもいいんですよね。ただメッシ、スタメン取れないよね。うちだと。だって守備しないもん。んってことなんですよね。 うちで引退したいって言われてもね守備しないからスーパーサブにしか使わないないかなって思いますねそうでも下手したら守備しないとかだったらもしかしたらサブにも入らないかもしんないよねそうそうそうだようん。メッシうちだったら絶対使われないあのメッシがそうなんですよあのメッシ何か全然守備しないらしいようん 俺全然海外サッカー見ないんでわかんないんですけどなんかそんなイメージ <laughs> ーんまあそんなんどうでもいいねとりあえずあれですね、うん、えっと皆さん1年お疲れ様でしたですねでそこが重要だった何、ね、あとなんだほら <laughs> もう選手もスタッフもみんなね本当今年アルビレックス新潟に関わった人全員お疲れ様でしたお疲れ様でしたえっと まあ、とりあえずお疲れ様でしたでうちらはそうなんですけどね <laughs> まこれからあのフロントの方とかはいろいろと交渉なんとかはする時期ですね<ー>なんでまあ僕たちはお疲れ様でしたけどこれからどういうことをしてアルビーアルビーでちょっと俺応援されてえわーって <laughs> 選手が思うようなことをうちらはしなきゃなんですよね何<ー>だろうかねって。 そうまあそれが何かっていうとまあ選手に DM 送ることじゃもちろんないんですよね。<laughs> そうなんか結構いるらしいっすよね。<laughs> <ー> <laughs> いるという噂は聞きますけど。うん。ん<ー>そうなんですよ。そう。まあなんだろうね。今日はまあちょっと結構<ー>結構でしたね。ねそうなかなか激しい試合でした。<ー>はい。 監督もなんかここでのミスミスだったっけね、うん、なんかねそうだよね,ねそうここですそうだよね、うん、確かにあおかったかなと思いますうん、うん、やっぱ終盤にかけてどん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 うんと疲れが残っていったっていう部分とやっぱりうまくうちの方はうん 選手の交代っていう部分では、しきれなかったっていうのが大きいですよね。な、うん何なん、多分それも、うちは練習ができなかったんだろうかね。とは、思ったりや、しゃすね。うん、うんう。今日は、オギーとゴメスはすごく良かったんじゃないかな。って思いました。うん,たうん。切れてた。切れてたなって。キレキレうん。いや、でも、まあまあ、失点シーンは、ま,まあ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 。あ<ー>まあね。みたいな。 まあねです。部分はあるんですけど、なんか、いいシーンは多かったんじゃないかなと思います。ね。うん、皆さん、どうでしたか今年1年は。うん。んうん、うん。うん。あ、そうなんですね。マジっすか。<laughs> 大変でしたよね。そう。うん、ボーナスね。これですか <laughs> ボーナス ないっすね。<laughs> ボーナス。って何なんでしたっけね？なんか美味しいのって思いますね。<laughs> ボーナスで食べれるの？美味しいのみたいな感じでよくなんか思ってます。<え>はい。他、なんか美香さんありますか？<laughs> 他他何かあります？まあなんか今年の総うかさん、また別でなんか？ 1> 1人じゃない時で撮ろうかなと思んまあそうっす、ね、この残り5試合は56試合ぐク、うん、というかなんだろう、うん、ちょっとまあみんなの疲れも出てきてちょっとガタガタだったけどそれまでのやっぱり勢いとかは、ね、すごい良かった。うん、ねあったよね。うん ななんんかいけるぞみたた時期があったもんねんだって5位ぐらい4位までいったのかな。あれねあのメンバーでいってねそう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 。まあ、そこからね、うん、やっぱりケガだったりちょっとねそういうので主力のメンバーがいなくなったのは大きいけど。うん 真ん中で枯れる選手がいなかったのかなってーチラス選手がやっぱりあルビは多いけど枯れるっていう部分になるといなかったなーってそう,うんまあ俺はルだと思ってますけど <laughs>、はい、みんな大嫌いルですね <laughs> 大嫌いってわけじゃないけど、うん、結構ちょっとあ,のあんまり。 思われてるマサルは俺はもうそのボールを狩るっていう部分に言ったら相当上のレベルにあると思ってるんでまあもちろんフィジカルはやっぱり全然弱いかなとは思うんですけど他の部分でやっぱりカバーしているんじゃないかと思うんでで散らすっていう部分は他の選手がやっぱりうまくやれればすごくやっぱり狩るっていう部分はマサルがすごくするから俺は結構来季はマサルは戻ってきて。 結構ガチで使われるんじゃないかなって思ってますね。まあこれは個人の意見なんですけど。ここまで聞く人いるのかね ?10 分超えてるからね。<laughs> ねマジでここまで聞いてくれる人すげえ少ないからね。<laughs> ねありがとうございます。い <laughs> そう、あとはなんだかな今日何かあったかなどうかなうん。 読まなくていいからね、そのツイッターの。なんか、そうそう、まさかの、えっと、義理の姉ですね。僕の義理の姉からツイッターいいねが来ましたみたいなやつがちょうど撮ってるときに来たり、で、みかさんがガチコ見るっていうね、そんなんなりましたけど。まあ、ね、とりあえずこのオフシーズンも、 なんどうしようかねまあ適当になんかあげてきますはいストレッチのとかね <laughs> あそうだストレッチのやつあげなきゃなんでそれはちょっと明日取ってあげようかなって思います、うん、待ってる人がいるんでこれだけはちょっとあげなきゃあ <laughs> げなきゃかい,かいかんぜよっていうやつですねそうそうそうまあ本当あれですねちょっと腰痛ストレッチはあげますね腰痛ストレッチあげます、えー、多分普通に雪かかきとかで 背中とか腰くる方いると思うんで、その方向けに上げていこうと思います。おかいいですか、はい、まあ今日は、なんか、あれでしたね。まあ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 ,まあい。まあまあ、もう終わったことだっけね。 まあこういう終わったことからどれだけ学ぶかっていう部分はすごく大切ですしその学んだことを生かすような行動をしなきゃいけないんでいやもちろん何回も間間違えて起こすすんですよ人間だからそれをまあ2回も連続で間違えてんじゃねえよみたいなことを言うんじゃなくてやっぱり何回も間違えて早くそこに気づくから やらなくなるっていう部分があるので、その批判っていう部分しかしないツイッターの人いるんで、ちょっとさ、ちょっと知り合いだけどちょっとミュートしていこうかなとかも、ちょっと最近は実は思ってますみたいな感じです。うん、どうでもいいか。はい、<laughs> そんな感じでございました。<laughs> はい、ライね、ライはい、<何>そんなです。とりあえず皆さん、来イまで。はい 見れないんだよ試合やだね,ね<ー>やだね長いねー長い,いや二ヶ月だからね, <laughs> ねそうだよ今年激励会ないんでそれがオンラインでどういう風にやるのかとかも結構気になるところですけどねね,<ー>ねそして来続きはもう森周いないんでもうどうするの誰が盛り上げんのよ <laughs> 盛り上げ役ど,、ね、どうしようかね 誰かいてくれるのかと、ね、無茶振りししななきゃなんでしょ <laughs> 俺かな司会あー来る俺相当無茶ぶ振りするけど <laughs> ただ俺初めての人ってほんと喋らないからね<ー>そう多分ほとんどの方知らないと思うんですよ俺こうよく喋ってるからすげえテンション高くて元気な人みたいな感じで思ってるかもしんないけど俺めっちゃ静かだから初めての人とか人見,人見知り半端ないからね, <laughs> ね まあ、そうなんですけど、<ー>まあ司会はないか。じゃあそうだね。友達だ。友達のなんかどかだったらね。もう基本司会させてくれぐらいに思ってるからね。そう、誰かが仲いい人が近くにいれば、まあ司会なんても超余裕なんですよ。盛り上げればいいだけ。なんか超簡単ですからね。ね <laughs> まあそんな感じで今年も1年。えー、っとすごく。新型肺炎。コロナウイルスさんにいろいろ。 大変な思いをしてきましたけども。うん。ない、なんかまあ本当無事無事じゃなかったけど <laughs>、まあ、ま終われました。うんなんだろう。とりあえずお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、なんかみかさんなんかいい感じの一言言って。 <laughs> そうですねまあ今まで今年は1年皆さんと一緒に応援してきてでまあ来年も応援する予定ですしまた年明けに元気な顔で皆さんに会えること、うん、あのー、あ<ー>ね。<laughs> いやだってコロナに感染なんかしたらね会えないし本当だねノロじゃないけどほらねインフルとかにかかりたくもないしとりあえず元気にね会ってまた声を出して応援できたらなあと声出したい声出したいねなんか声出させる出させてほしいね

結構あれもねなんかね結構あの日あるからねうん悪いね悪いねついてるからね中島くんの時は結構悪いねついたからねあそうなんだそう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 なんですよ確か俺の記憶だとそれはちょっとすいませんいや全然全然悪いねもう逆にありがとうございますもう毎回絶対つけてくれてる人いるんでうんとなんかいつもありがとうございます見てもらって水病でも。 そうアンチいるからね内山アンチ絶対多いからねうるせえみたいなじゃあ来年もアンチよろしくお願いします <laughs> う、ね、もういやまあみんなでアルビレックスを盛り上げるっていうのがすごく大切なんでうん、うん、そうなんですようん、うん、盛り上がっていきたいっすねうん、うん、アルビファミリーってことね今年はなんかそんなのが多かったってね <laughs> あとは来季の劇的やピーパンパンになる可能性がちょっとあるぞっていう風なのがちょっと巷巷でででは噂すすねまって俺ですけどいや今年のなんかその「アルビナイ」でもあの流行語が「俺ずっとビエン絶対ビエンだろ」うとか「バモン」かと思ってたら全然違ったっていうねのだったからびっくりでした。<laughs> 今日はそんな感じでございます。はい、はい、えっ、ー、と1年間、えっ、ー、とよくずっと続けてみてくれた方ありがとうございました。え、えっ、ー、と。まだまだチャンネル登録者数が足りないので。あと、えっ、ー、と780人ぐらい<ー>えっと。とりあえずプラスしていきたいなと思います。<laughs> <laughs> そう、これがね。まだ220人ぐらいなんでまだまだなんですよね。 まあ、来季の目標はそこですかねあとはもう,ちょもうちょっと盛り上がるような, <laughs> な <んか S 2> <laughs> 企画考えなきゃなって思ってます、うん、はいそんなでございまーす、はい、では、はい、またそのうち,、はい、のうちお会いしましょう、はい、ありがとうございました,ましたお疲れ様でした <laughs>